動画でよく耳にするフル HD と 4K。実際どんな違いがあって、どういうシチュエーションの時に、どっちを使ったらいいんだろうって悩んだりしません？今回僕がこれまで YouTube の動画撮影とか、あとクライアントワークで学んできたフル HD と 4K、それぞれのメリット、それからそれを使う上での注意点をシェアします。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。まずフル HD と 4K、この違いを簡単に説明すると、まあ、カメラで撮影した映像のデータっていうのは、まあ、画素って呼ばれるちっちゃい点がこう集まって表現されてます。で、フル HD の場合は、その画面の中に横1920、縦1080個の点の、集合体っていう考えると分かりやすいかも。で、フル HD のことを 1080p と言ったりもします。で、この一個一個の点をピクセルって言うんですね。そして 4K はフル HD の4倍の大きさ。横が、3840で、縦が、2160個でできてるんで、より細部まで綺麗に見えるってわけなんですよ。で、今のカメラっていうのは 4K で撮影できるものも結構ね、多くなってきてるんですけど、もちろんフル HD、1080p ですね。で、撮影もできます。でも、まあどうせ綺麗に撮れるんだったら常に 4K でいいんじゃないって思うじゃないですか。じゃあ、その 1080p、フル HD と 4K、それぞれのメリットとデメリットをシェアしますね。まず、フル HD と 4K で撮影した映像を見てもらいます。どっちがどっちかわかりますかね？さあどうでした？結構ね、どっちも綺麗でしたよね。で、答えはこうです。正解しました。これは見ているモニターとか、あと環境の違いでも分かりやすかったり分かりにくかったりするかもしれません。ただ、まあ、4K モニターとか大画面、こういうね、大きい画面で見た場合、 4K と比べるとどうしてもね、あのフル HD の映像の方がちょっと粗さが目立つっていうケースもあります。じゃあ逆にフル HD のメリットって何なのか。それは、まあ、映像の素材のデータの容量が少ないってことですね。データ量が小さければ小さいほど、例えばそのカメラで記録した SD カードのデータ、SD カードに入っているデータからパソコンに取り込む時のスピードも速いし、その動画を編集する時にパソコンにこう負荷がかからないんで、サクサク編集できたりもします。しかも特にクライアントワーク、仕事で撮影する場合にはその規模とかにもよるんですけど、今までそのクライアントから 4K で撮影お願いしますって言われたことはね、あの一度もないです。もちろん映像にこだわるクライアントがいれば、もしかしたら最初からね、打ち合わせで 4K で撮影してほしいっていう話が出るかもしれないんですけど、まあ、4K になるとそのデータ容量、さっき言ったデータ容量も大きくなるし、それだけその動画の編集の時にもパソコンに負担がかかるんで、まあ、今のところクライアントから特に要望がなければ、あの現場ではフル HD で撮影してます。まあ、そんなデータ容量が多くて画質が綺麗な 4K なんですけど、その画質以外にも実はメリットがあって、例えば 4K はフル HD より精細なんで、その編集の時にズームを、編集でズームした場合でもかなり臨機応変に対応できます。例えば広めにこういったワイドショットをね、撮ってそれをズームしても画質が綺麗なまま拡大することもできるし、例えばちょっとこの撮影の時にヘッドスペース広すぎたなっていう時とか、構図が微妙だったなって時も 4K で撮影してさえおけば、ある程度ね、
融通が効くっていうね、利点もあります。もちろん、フル HD で撮影したものも、ある程度ズームして使ったりも、過去してるんですけど、それでもね、だいたい、まあ、ズームしても 1.2 倍、120% ぐらいが限界かなと思ってます。まあ、そういった特徴が、それぞれ 4K とか、フル HD にはあるんで、まあ、僕がどんな感じで普段撮影してるかっていうと、クライアントワークでは、まあ、特に指定がないことが多いので、フル HD で撮影。で、普段のこういうね、YouTube はなるべく綺麗な画質で見せたいので、まあ、パソコンで編集には負担がかかるけど、4K で撮影っていう使い分けをしてます。ちなみに僕が持ってるソニーの FX30 では、フル HD と 4K 両方とも撮影できるんですけど、まあ、4K で、4種類。で、フル HD で2種類の記録方式があります。これについてはまた別の動画にしようと思ってます。最後に動画データを扱う点で注意点を一つ。動画データをね、パソコンにこう映す際に気をつけた方がいいのは、例えばこれね、クライアントワークでよくあるケースなんですよ。クライアントが撮影をして、編集はこっちでやるっていうケースです。その動画のデータを受け渡しをそのクラウドサービスを使ってやることが結構あると思うんですよ。で、無料で使うクラウドサービスっていうのは、まあ、離れた場所にいる人に動画のデータを送ることができる、まあ、便利なサービスなんですけど、そのサービスによってはその動画とか写真の画質がね、劣化しちゃう、送るときに劣化しちゃうっていうものもあります。で、僕が普段使っている、受け渡しに使っているクラウドサービスはギガファイル便ってやつで、まあ、無料で1ファイル、最大300ギガまでデータを送れるサービスなんですが、このギガファイル便っていうのは画質の劣化っていうのはほぼないです。ただサーバーがね、ちょっと無料ってことで弱いのか、結構エラーが出たりするんで、ちょっと癖のあるサービスだったりもします。まあ無料なんで文句は言えないですけどね。で、注意するポイントなんですけど、例えばクライアントが、まあ、スマホで撮影しました。で、そのデータをね、撮影したデータを送ってもらうときによくあるケースで、LINE とかを使ってね、動画をもらうケースってありません？結構ね、LINE を間に入れちゃうと画質っていうのが落ちます。せっかくね、スマホの方で綺麗な画質、フル HD とか、4K で撮影してもらったのに、LINE を経由しちゃうと画質がかなり落ちるんで、動画データをもらうときは、さっき言ったギガファイル便とか、まあ、iPhone の場合は AirDrop なんかを使うことをお勧めします。まあ、これってね、意外と知らずにやってる人も、まあ僕もやってたんですよ。やってたんで、これは注意してください。特に、まあ、Mac じゃなくて Windows ユーザーの場合は、iPhone で撮影したデータをパソコンに取り込む場合、ケーブル、有線でね、ケーブルを使って、やるか、まあそれめんどくさいんで、やっぱ LINE で動画を保存しちゃってるって結構いるんじゃないかなと思います。だからその点はね、画質落ちちゃうんで、LINE を使わずに有線ケーブルで動画データをパソコンに保存しましょう。さあ、いかがだったでしょうか。カメラで撮影する記録方式は、まあ、撮影するシチュエーションごとにこう使い分けすれば、まあ、綺麗にもできたり、あと編集がやりやすくなったりするので、まあ、ぜひね、いろいろと工夫してみてください。このチャンネルでは僕が面白いなって思ったアイテムとかガジェットを紹介してます。で、クライアントワークとか、まあ、撮影現場に入ってることもあるので、その舞台裏とかもね、たまに映像にしてます。で、撮影であったり編集のチュートリアルも、出してます。まだチャンネル登録をしてないっていう人は、チャンネル登録とあとベルボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。